はい、皆さんこんにちは。アキチャンネルのアキでーす。お前愛車紹介の動画はって皆さん思ったかもしれないんですけど、ごめんなさい。まあ、全然愛車紹介の動画まだまだあるんですけど、いじりたくなっちゃった。ごめんなさい。僕のわがままなんですけど、最近ですね、僕のインプレッサー検証とかオイル交換ばっかりで、他のこと何もやってないんですよ。なので、久々になんか違うことやりたいなと思って動画撮ってます。ご了承ください。で、今日何をしていくかというと、僕遠征の時にですね、ゼロスポーツさんで買い物してるんですよ。で、その買い物したものなんですけど、まずこれ、これ動画で多分映ってなかったと思うんですけど、アルミコースターが半額だったんで、はい、2つ買っちゃいました。と、こちらでーす。6速マニュアル用のシフトノブでーす。まあ、税込みで8800円したんですけど、まあ、とりあえず、はい、この3点を取り付け、やっていきたいと思います。で、多分ですね、動画めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ簡単なんですよ。めちゃくちゃ簡単なんで、なんか考えます。ということで、最後までよろしくお願いいたします。はい、とりあえず今、車内に乗り込んだんですけど、ちょっと汚いよな。ちょっと拭こうかな。はい、ちなみにですね、このセンターコンソールなんですけど、汚いっていうのもあるし、今後やりたいこともあるので、交換予定なんですけど、とりあえず、汚っそうなんですよね。これなんだろう、錆びたボルトとかを入れてたり、変に小物入れ替わしてるんですよ、僕。なので、錆とかも結構、あったりするんですよね。で、そういうのもあったりとか、まあ、変にですね、納車したタイミングぐらいで、なんか至らんこといろいろしてるんですよ。なので、一回リフレッシュがてら、まず綺麗にして、まあ、また至らん加工するんですけど、まあ、とりあえずですね、こいつは今後取り替える予定です。まあ、これを DIY って言っていいかどうかがちょっとわかんないんですけどね。いや、でもやっぱ、あれじゃないですか、この、モチベーションって言うんですかね。運転してて目に入るところが変わったら、運転で楽しくなるじゃないですか。なので、まあ、ちょっとでもテンション上げたいなっていうので、今回はちょっとここら辺、見えるところら辺のドレスアップとか、そこら辺はやっていこうかなと思います。まあ、ついでにちょっと汚いから掃除だね。あ、ちなみに、普通の湿らしたウエスです。まあ、本当はなんか、艶出しとかをした方がいいんでしょうけども、とりあえずいいです。はい、綺麗になったかな。とりあえず、まあ、シートの方が汚かったりもするんですけど、まあ、いいでしょう。はい、で、一応2つ買いました。で、ゼロスポーツさんの担当者の北山さんは、これに入るかどうかわかんないって言ってました。自己責任で全然いいんで、とりあえず購入しますって言ったんですけど、どうかな。かっこいいよね。おー、いいじゃん。いいじゃん。入ったぞ。完全な丸じゃないんで、若干後ろら辺余るんですけど、まあ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 、いいんじゃないですか。でもちょっと、これ、黒とかがあったらよかったんですけど、この色しかなかったんですよ。で、まあ内装とミスマッチかもしれないけど、樹脂丸出しよりはいいかな、みたいな感じですか。取るときあれだね。この余りがあるおかげで、ギリギリ取れるかなって感じ？ロゴはちゃんとまっすぐにしましょうかね。はい、こんな感じ。はい、で、次はこちら、シフトノブ。これも高かったんですよ、実際。これいくらだったかな？1万何本ぐらいでした。だったんですけど、やっぱ僕STI のロゴも好きなんですけど、ゼロスポーツさんのロゴ大好きなんですよ。なので、もう出た時点で買おう。硬いよ。ちょっと待って。キムタオルってやつですか？ぬるっとしてたんで、ぬるってっていうか僕の汗でぬるってしてるんですけど。一回拭いてあげて、この手も拭いてあげて、くそって、オッケー。いや、ほんとシフトノブって手軽に交換できて、なおかつモチベーション的に上がるからいいよね。で、ゼロスポーツさんの、これはなんか新作っぽいですけどね。で、旧型の分は、この取り付けのところが若干違ってて、なんかすっぽ抜けたりしてたみたいなんですよ。あ、結構重い。なんかセロハンテープみたいなのひっついてるんで、これを。あー、なるほどね。あ、ここは一緒なんだ。こんな感じなんですね。はい。で、真ん中にした時点でこいつを貼り付けるって感じかな。あ、重いわ。おー、いいね。で、ギュッと。まあ、もうこれ以上いかないよっていうぐらいまでやったら。ちょっとあまりにも早かったっすね。あ、じゃあ。はい、ってことで、水温計取り付けたいと思います。なぜって思うでしょう。いや、今後ですね、ちょっとやりたいことがあって、まあ、これがあった方がより分かりやすいんですよ。
プラス僕が今つけてるラジエーターなんですけど、以前視聴者さんからいただいたラジエーターでアダプターというかセンサーつけてるんですよね。なのでまあこのギボシを装着して室内にめり込ませればもう完了っていうことで、めちゃくちゃ手軽じゃないですか。なので今日は水温計取り付けたいと思います。じゃあ早速やっていこう。で、僕ですね、その DIY でまだ追加メーター取り付けたことって言ったらブースト系しかないのかな。人生初の多分水温計のような気がする。で、ミニカちゃんのタコメーターもまあ追加メーターってことで、そうですね、タコメーターとブースト系だけは取り付けたことあるんですけど、残りはないっすね。一応ですね、ブースト、油温、油圧、あと水温ですね、もうこの4連メーターで一応デポレーシングさんで揃えてるんですけど、はい、ひとまずこれ、あ、新品ですよ、新品。まあでも新品つっても、あのデフィーさんみたいに結構高価なものではないんですよ。4連メーターで4万円ぐらいだったはずです、確か。4年前ぐらいに購入したんで、もう全然覚えてないんですけど、はい、こんな感じです。いや、新品っていいよな、やっぱり。あと、ホルダーとかも入ってるんですけど、一応今日ホルダーは使うんですけど、いずれはゼロスポーツさんの3連メーターの方に取っ替えたいと思います。ひとまず今日はこれ使います。今日は本当仮付けというか、メインのこう取り回しとかでもないと思いますんで、もっかしたら変更するかもなんですけど、まあ、とりあえずですね、繋いで初水温計っていうのを味わいたい。よし、オッケー。簡単だね。はい、で、取り回しなんですけど、どうしようかな。まあ、普通だったら、なんかここら辺ぶった切ったアタッチメントつけると思うんですけど、僕のはもうここにあるので、ちょっと考えます。はい、案の定ですね、配線を引っ張ることによって全く配線が足りなかったんで、ちょっと延長します。で、はい、あの、黒い配線しかなかったんで、はい、ご了承ください。やっぱ足りなかったですね。はい、とりあえず配線を車内に取り込めました。経路的にはですね、まあ一応ここから辿って、もうここで擬星で延長してます。で、そのままこう行って、あ、この黒い配線2つですね。これが、はい、パワーステのフルードタンクの下通ってます。で、ABS の下もちょっと空洞あったんで、そこから通してます。あ、この配線ですね、ちょっと黒っぽい配線なんですけど、まあエアクリの下通って、で、このままタービンの近くに行くのもあれだったので、まあ、ここら辺のコルゲートチューブと束ねて、はい、あそこのメクラ豚から行ってます。で、なんか知らないですけど、この車メクラ豚がないんですよ。なので、今後注文します。はい、で、車内で下側を見ると、あ、わかりますかね。もうここから出る感じです。まあ、今後ですね、3連メーターということで、ここら辺につけたいので、まあ、ここら辺に仮付けできたらなと思ってます。あー、でもこっちの方がやりやすいかもな。ひとまずじゃあ今日ここら辺につけます。はい、で、なんで変更したかというと、こいつをバラしたくないからです。はい、めんどくさいじゃないですか。いずれ3連メーターつけるとどっちみちここはバラすんで、今日は超手軽にやりたいと思います。まずこれをここに持っていきたいので、これバラします。あ、結構入ってるじゃん。やった。ちょっとこれ終わったらコンビニ行ってジュース買おうかな。モンスターエナジーが買えるじゃないか。はい、で、ヒューズボックス見えたら、下からくぐらせてあげて、ヒューズボックスから出してやる。はい、次ここを、引っ張って、ちょっと隙間が空くんで、本当は配線通しかなんかあればいいんですけど、残念ながらですね、僕は今持ち合わせておりません。よく僕が使うのは、古いワイパーのゴムを分解して、針金状の分だけを取り出して、それでやってたりします。今日はそれすらないです。くそー、めんどくせえな。ここはちょっと分解します。はい。プラスドライバー1本で一応終わるんですけど、それすらめんどくさいよな。はい、そういうこともあること、このミニチュアな、KTC 製のプラスドライバーが、なんか知らんけど、センターコンソールの肘掛けの中にありました。いや、ほんとこの短いの便利ですよ。こういうところはですね。汗がやばいよな。よいしょ。これぐらい開けばいいんじゃないか？来るかな、配線。あ、携帯持ってるから。あ、くそ！ちょっと待ってね。まあ、ここら辺に沿わしてあげたらいいでしょ。ぽいんじゃない？はい、一応できました。こんな感じですかね。で、まあ、ここから出て、はい、配線、ちょっと長いんですけど、まあ、中にめり込ましていきたいと思います。
で、メーターどこにつけようかな。とりあえずここでいいかな。はい、でつけるにあたって脱脂が絶対いるんで、シリコンオフやっていきます。で、ホルダーホルダー開封開封、ここでいっか。はい、でとりあえず付属のですね、はい、こちらのコードなんですけど、めちゃくちゃ短かったんで、一応使う線だけは全部延長しています。はい、でメーターホルダーはこんな感じ、いい感じじゃないですかね。まあちょっとコードがこういう状態じゃ見えてしまうんですけど、まあとりあえず仮っていうことでひとまずつけます。はい、で付属のこれなんですけど、多分メーターのこういうくぼんでるところにこうやって貼り付けるんでしょうね。とりあえず貼っていきます。よし、オッケー。この中でなんか配線がどうのこうのめんどくさいんで、とりあえず配線ここに通しときます。よし。はい、でメーターの裏見てみると、一応ですねコネクタさせるとこが2箇所あるので、爪があるんで、これが上かな、こうかな。おっしゃ、はい、オッケー。よし、こんな感じかな。バッテリー電源とアースを取れば完成。はい、結局外しちゃいました。で、なんで外したかというと、こちらですね、ここにアースポイントっぽいのがあったんで、ここでアースしたいなと思ったら、はい、この状態にしないと無理でした。プラスの電源はこちらの20アンペアのヒューズを電源取り出し用のヒューズに切り替えてます。で、もう一個ですね、長い配線作ってるんですけど、これはカーナビの方のイルミネーションと接続していきたいなと思ってます。あー、めんどくさいよな、やっぱりこういう作業ってめんどくさいんですよね、本当に。配線とか伝送系いじるの好きな方ってすごいなーって思ってるんですけど、なかなかめんどくさくないですか。で、まあこれは適当にタイラップかなんかで縛っておきます。ここまで引っ張ってきました。で、電源はというとですね、はい、僕カーナビつけてないんで、こういう風に撮れるんですよ。いやー、これいいよな。唯一カーナビがついてなくてラッキーって思った時ですね。はい、まずキーを挿して、はい、おーはー、いいねー。ちょっとちらつくんだね、最初。こんな感じです。まあメーターの色とも似たり寄ったりな感じで、いい感じですね。ということで、メーターもついたってことで、やっぱ運転してよな。ちょっと今ディーラーさんにスパチャしてるんで、ついでにちょっと部品も取りに行きたいと思います。じゃあそこまでドライブ。とりあえずコンビニに寄りました。ってことで、今からディーラーに向かって出発ですね。初めての画角だからどうなってるかわかんないですけど、まあとりあえず、さあ、あれ、あれ、もっかして、これダメだ。これですね、バックギアに入らない。マジか。これ多分、ほら、結構ですね、わかります？このネジ山よりちょっと上に行くんですよ。ただ、このゼロスポーツさんのは、ネジ山ぴったりのとこまで行くんで、前回というか、ちゃんと締めてあげると、まあ、これがちゃんと締まる状態じゃないですか。上まで上がらなくて、このリバースノブが中途半端の状態でバックギアに入らない。マジ？これ、レールさんのこれと相性が悪いってこと？それとも純正で GDB ダメ？わかんないよ。コンビニは、前から突っ込んだんでわかんなかったんですけど、これ、ダメだ。よかった、持ってきてて。これだと、はい、ちゃんと入るんですよ。このゼロスポーツさんの、この入りはめっちゃいいんですよね。はい、で、はい、こんな感じです。一応水温計はいい感じ、84度から86度ぐらいかな。外気温は一応31度なんですけど、はい、それぐらいでキープしてくれています。くっそー。
まあ、とりあえず今後何とかします。とりあえず今日はもうこれしかないですね。しょうがないですね。ちょっと運転に支障が出まくるんで、後ろは振り返るな、前だけ見ろみたいな感じですかね。バックすんなってことですよね。いや無理だろコンビニから出れねえもん。ヤッホーはい、で完全に次の日になってしまったんですが、はい、ショックですねこれ。ってことで、やっぱり何かを得るためには何かを犠牲にしなくちゃいけないっていうことで、加工していきたいと思います。そうなるよな、どうしてもこれつけたいしな。全く想定してなかったんですけど、 DIY やっていきたいと思います。じゃあやっていこう。まさかこれを加工する日が来るとは思わなかったんですけど、まあちゃちゃっとやっていきましょうかね。まあこれの取り方はですね、ここにピンが入ってるんで、こいつを抜き取るだけでとりあえずいいんですけど、一応ですね、この中が今見えると思うんですけど、なんかワイヤーっぽいのが見えると思うんですけど、これとあとスプリングが入ってるんですよね。で、そいつをこのピンで止めてるって感じなんですけど、今の状態でこいつを抜き取ってしまうと、まず抜きにくいんですよ。相当抜きにくくて抵抗になってるんですよね。と、これがですね、車外に行ってしまうというか、下に落ちていくんですよ。で、もう日も幸もいかなくなるので、まずこいつを外すんだったらジャッキアップがいけます。ということで車を上げていきます。めんどくせー。はい、で下回りを見るとどこだったかな。あ、ありましたね。はい、これなんですけど、このスロットルワイヤーみたいななってるのあるじゃないですか。これですね、蛇腹があって、まあこれがこう手前に引かれてリバースギアに入るっていう仕組みなんですけど、はい、ここに穴があるでしょ。この穴を合わせてあげて、ボルトでも針金でも何でもいいんですけど、とりあえず入ればいいです。穴を合わせてあげて、まあこれをぶし刺してあげて、リバースワイヤーが落ちてこないようにするっていう感じです。相当めんどくせえよな。で、これ入るかな。あ、ボルトがでかすぎた。ちょっと待ってくださいね。くそ、ダリーこの座椅子めっちゃいいんすよ。これ視聴者さんからもらったんですけど、いや、めっちゃ重宝してます。はい、ちょうど良さそうな細さのものがですね、パーツクリーナーについてる先端のやつ。ちょっと長いは長いけど、これ一応折れるけ大丈夫かな。入った、オッケー、わかりますかね。こんなんでいいんですよ、とりあえずこんなんで。ということで今から室内に戻っていきます。よいしょよいしょよいしょ、イエーイ。結構移動早いでしょ。はい、とりあえず室内に戻ってきました。で、まあ、ポンチとかが本当はいいんですよ。精密ドライバーポンってあったんで、こいつでいけるかな、大丈夫かな。で、やるときはですね、3速ぐらいにした方がやりやすいです。サイドブレーキは下ろした方がいいですね。折れました。嘘だ、ここを叩けるような精密ドライバーでやった方がいいっすよ。はい、結局ですね、これぐらいの大きさのポンチが一番良さそうですね。もうほんとすっぽりはまるぐらい、これぐらい細かったら、あのピンの中でめり込んで動かなくなるんですよね。なので、まあこのドライバーは叩きにくいので、ポンチが、まあポンチがほんと一番いいです。はい、もうきっと抜けると思います。よし、抜けるね。はい、オッケー。で、これが抜けねえんだよ。まあこういう時はですね、こっちからちょっと叩いてやるしかないですね。よし、はい、オッケー。で、ここまで抜けたら、はい、取れます。で、まあなんか外れても嫌なんで、はい、こうやっとったらいいですよ。じゃあこいつの加工いきます。はい、でどうやって加工するかというと、別に大したことをしないんですけど、はい、あの僕通称グラインダー2機って言われてるんで、ちょっとあの廃工機さんのグラインダーでここを鳴らしていきたいと思います。だいたい1ミリぐらい削ればいいと思います。やってきます。よし、こんな感じかな。とりあえず仮付け。はい、で仮付けなんですけど、まず差し込んでもらって、こちらを抜いた時よりも細いポンチを使ってリバースワイヤーと貫通させる。
で、わかりますかね、若干ちょっと余ってるのわかります。ネジ山よりは、まあ、手前で止まるようにはなってると思います。まあ、ピンを入れてですね、もうちょい多分上に行くような気がするんですよ。なのでもうちょいだけ削ります。はい、一応いい感じになりましたんで、今から取り付けたいと思います。はい、でこちらをセットする前に、もともとついてた割りピンをですね、こちらを貫通しない程度に僕は差し込んで入れますの方が、まあずれたりしないというか、僕的にはやりやすいなと思いながら僕はこうしてるんですけど、まあこれはご自由にっていう形です。でここにセットしたらですね、このピンの内径より細い何かで叩き込むっていう感じがいいと思います。僕はですね、前回ポンチを使ったんですけど、その細いポンチがなくなってしまって、僕は今日六角のものを使って叩き込んでいきたいと思います。で、まあある程度進んだら、この六角から普通のポンチに切り替えてもいいですね。太さがですね、 1.6 ミリのポンチがちょうどいいんですけど、僕は今2ミリぐらいのポンチしかないので、とりあえずこいつで叩き込みます。よし、オッケー。さあ、どうかな。いきます。よっしゃー、オッケー。若干ちょっと渋いかも。もうちょい削ればよかったかな。まあ、とりあえず、今日はこれでいいでしょう。はい、終わり。はい、今日も最後まで動画ご視聴いただいてありがとうございます。もしですね、この動画面白かった、良かったと思っていただいた方、高評価よろしくお願いいたします。いやー、一番簡単だろうって思ってたんですよ。なんて言ったって水温計より全然時間かかりましたからね。実はですね、このシフトノブのこの加工は微調整をずっとやってて、月曜日の朝の10分間、火曜日の朝10分間とか、そういうのをちょこ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 やってて4日かかりました。まあまあ結果的にちょっとまだ渋いんですよ。今度はですね、クイックシフトに僕一応やってて、まあそれの影響とレールさんのリバースノブの影響で多分これがつかないだけだとは思うんですけど、またですね、クイックシフトのまあちょっと長さ調整だったりとか、グリスアップとかでここまた結局バラしますんで、その時にまた加工したいと思います。うん、入ります。入るんですけど、ちょっと硬いな、ちょっと硬いんで、またちょっとですね、微調整また繰り返して、もうスコッと入るようにしたいと思います。愛車紹介も当然ありますし、こういった DIY ですね、気になるっていう方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今日はこれまでですね。あきでした。バイバーイ。はい、車外系をやたらめったらつけてたらですね、こういうことにもなりますんで、はい、皆さんもお気をつけください。疲れたー。